劉備亡き後、蜀ではその子劉禅が帝となった。諸葛亮ら中心は劉禅を支え、国内の立て直しを図る。魏の侵攻を退けると、憂いであった南中の制圧にも成功した。一方呉は医療に攻め寄せた蜀軍を撃退。諸葛亮より再び同盟を持ちかけられると、これに応じた。全ては天下を目指す魏に対抗するためである。その間にも魏は内政に力を注ぎ、国力を蓄えていた。来る五色との戦いに万全の体制で臨むために、北伐の成功をなくして陣の世はなりません。来たる戦いに備え、万全の準備を整えましょう。守りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。敵だ。蜀軍が侵入したぞ。こっちだ。いい感じだな。
これで。超いい感じじゃない。なかなかの実力を持っていますね。さっさと出てけ。山賊が居ついている。ここは諸君の拠点。勝手な真似は許さない。俺たちの根城で何してやがる。まさかここを奪おうってのか。私たちの拠点に住み着かないでください。今すぐ返してもらいます。それいい感じ。これだよね。ちゃんと取り戻せてよかった、これで材木の回収は完了。丈夫な参道ができるといいな。みんな非力ってわけじゃないのね。なんだか安心したかも。その感じ。
皆の尽力により北伐の準備は整いました。あとは来たるべき日を待つのみです。皆さんのおかげで準備は整いました。これで北伐を行うことができます。諸葛亮、もう後戻りはできない。孔明様、一つお聞きしてよろしいでしょうか。です。以上が北伐を前にこの諸葛孔明が申し述べたいことの全てです。趙雲殿、すまない。諸葛亮殿の言葉に過ぎ去った日々を思い起こしたのだ。そうか、私たちが物心つくよりも前から趙雲殿や父上たちは戦ってきたんだな。すごいよね。流浪して戦って、その果てにこの職を打ち立てたんだから。劉備、我劉備の夢叶えたい。皆の気持ちは嬉しく思う。私も父上の夢は叶えたい。しかし戦う以外に道はないのだろうか。でも敵がいるならやっつけるしかなくない？この長い乱世、俺たちで終わらせよう。いざ葬儀を打たん。葬儀を打たん。皆の心、よくわかった。そなたたちの武運を祈っている。劉備殿、行ってまいります。馬謖などが率いる先発隊は順調に進んでいるようです。我々い報告。それみ前線の馬謖たちは苦戦しているようですね。早急に体制を立て直す必要があります。そのために李元や それにしても天水南東の布陣は見事ですね。おっそっ
き。兵の いつもながらお見事な武勇、策の出番もありませんな。急所はあそこ、すぐに抑えなきゃ。防衛を命じる。脆弱な守備で隙を見せるの。その感じ、下手すれば。これが私流。
敵の急所は浅く、すぐに抑える。敵の急所は浅く、すぐに抑える。これが私流。防衛を命じる。脆弱な守備で隙を見せるな。敵も強いんだ。でも逃げるわけにはいかない。侮れぬ相手のようだ。慎重に当たるとしよう。侮れぬ相手のようだ。慎重に当たるとしよう。敵の急所はあそこ。すぐに抑えなければ。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。守りを固めておくぞ。敵の急所はあそこ。すぐに抑えなければ。陳宗はこの戦いの用地、孔明様のため必ず落とします。
何者であろうと珍装は落とさせ、我が鉄壁の守りを見るがよい。これが私流。どんな献上であろうと関係ありません。多くの兵器を用意してありますから。城内に入り込めば数に勝るこちらが有利。精鑽を用いて城壁を乗り越えるのです。敵は精鑽を使った。弓兵部隊、城壁の上に布陣せよ。弓兵部隊の指揮官を狙ってください。統制を失った部隊は機能しないでしょう。これでは引くしか。珍装が落ちては義軍全体が危ない。珍装を奪えましたね。これで巻き返せるはずです。その感じ忘れないで。敵の急所はあそこね。すぐに抑えなければ。敵の要所を叩く。これが私流。行くぞ。敵の要所を落とすのだ。そこ攻める。そこ奪う。そこ攻める。そこ奪う。これが私流。我が力ではかなわぬか。思考の具はまだまだ遠い。超いい感じじゃない。いいぞ。隙のない見事な陣形だ。
ジョーンに任せときゃ楽できそうだな。宣伝、天津の眼光に陣を敷いた大将が判明、臨時と噂される脅威のようです。
所ってあそこで合ってる？自信ないけど、とりあえず出発。敵さん、私がやっちゃったから。ドル、ジーズ、敵の手に落ちるとは無念だ。早く処刑するがいい。どうした、なぜ手を下さない。まさか私に木を裏切れというのか。勝士、勝敗はまだ決していない。私は最後まで義の将として生きる。捕らえて懐柔しようとしても無駄だぞ。じゃないのね。なんだか安心したかも。デネ、脅威を捕獲しました。しかし意志は固く、職には寝返らぬと。捕獲しただけ上出来です。あとは私が何とかしましょう。諸軍よ、遠路はるばるご苦労だったな。この地を貴様らの墓場にしてやろう。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。我が知略が及ばないだと。己、諸葛亮。失敗は引きましたか。どれだ、避けられましたね。しかし被害も少なくはない。もはや北伐の続行は不可能でしょう。敵将、私がやっちゃったから。なかなかの実力を持っていますね。そこ攻める、そこ奪う。皆さんの働きによってです。孔明様で、早く殺せ。破るです。敵も強いのだ。でも逃げるわけにはいかない。私が、先の北伐は入念な。What the...
出る。上将、前線より報告が入りました。劉備殿が目指した陣の世を迎えるため、何としてもここで義を討ち果たします。芝居は容易ならさる相手です。皆さん警戒しつつ進軍してください。いるな。この状況を使わぬ手はない。命を差し替え撤退するよう仕向けるのだ。超いい感じじゃない。みんな非力ってわけじゃないのね。なんだか安心したかも。成功すれば曹州は撤退するはず。長安の東の城外で待ち伏せしてください。わかりました。敵が来るまでじっと待ちますね。上限の範囲を取るつもりか。その浅はかな企み、ここで潰してやろう。私とて諸葛一族に連なる者、みすみす美を取らせはしない。
られた任務を全うできず、私はこの程度の男か。敵将、私がやっちゃったから。私が真の三国武装ってやつ。ここを放っておくのは得策ではない。これが私流。私が防御に当たるとしよう。油断があったか、父上。私をボングとお叱りください。超いい感じじゃない。行軍やめ。我が軍はここで迎撃態勢を取るぞ。何度攻め来ようと、蜀など私の敵ではない。ここで散るがいいわ。定まった。敵の足場を崩し戦意を損。ここまで追い詰められるのはかえって神聖。ではでは、耐えたらいいの。これが私流。戦場を舞う君は蝶のようだ。美しく、決して誰にも囚われない。その調子でお願いしますよ。
将軍やめ、我が軍はここで迎撃態勢を取るぞ。これが私流、狙いを定まった。敵の足場を崩し戦意を損。私がやっちゃったから。おお、なんとも勇ましき戦ぶり。この私が押し切られるとは。ここは引くが、次はやらせんぞ。芝居は、いいわ。引きましたか。これで、陣の世は。孔明様、どうなさったのですか、孔明様。狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。私が倒れたせいで、そんな、諸葛亮殿。どうしよう、私たちこのまま戦い続けていいのかな。そうか、みんな考えてなかったよね、諸葛亮殿がいない戦なんて。上司は劉備殿の大志を継ぎ、悲しみなき世を目指して戦った。それを今度は私たちが受け継ぐのだ。我戦う劉備の夢叶える。そう、父上たちの夢、私たちが諦めるわけにはいかない。受け継ごう、託された思いを。そう、上司は、だ、は、